NHK 大河ドラマ「青天を衝け」第34回「a 一と伝説の証人」面白かったですね伝説の証人岩崎彌太郎三菱財閥三菱グループの創始者確かに伝説の証人ですねドラマでは 岩崎八太郎が渋沢栄一を遠赤に誘い出したとなっていました。挙句の果てに遠赤で口論して、平岡円志郎の妻平岡安がそっと裏口から渋沢栄一を逃がすというウルトラシーが飛び出しました、えー。ここまで割と史実に忠実だった晴天をつけですが、 ここに来て波乱の展開であります。それではいつものように年表で見ていきましょう。明治十一年五月十四日、清井坂の変、清井坂事件とも言います。大久保利一が暗殺されました。去年四十九、満四十七歳でした。墓所は 東京都港区の青山霊園にあります。こちらは、ホテルニューオータニ、日本庭園です。大見彦根藩、飯池屋敷跡です。赤石がたくさんあります。渋沢栄一の庭先にもあったという赤石。 ホテルニューオータニに行けばしこたま見ることができます。彦根藩。彦根藩で検索すると、どこだという信じられないワードが出てきますが、彦根藩は滋賀県彦根市です。滋賀県といえば琵琶湖です。えー、それぐらい日本人なら把握しましょう。滋賀県といえば林県と、 そして、林健人といえば、大島優子。大島優子さん、林健人さん、ご結婚おめでとうございました。そして、大島優子と,といえば、伊藤金子。18歳の時、大海の国出身の婿と結婚。1880年、明治13年、離婚しました。父、 伊藤八兵衛の没落により明治13年1880年離婚となるとちょっと登場が早いんじゃないでしょうか小さいいことは気にしな若若清居坂を降りて右に曲がるとそこは清水谷公園。 ちなみにホテルニューオータニを出て左に曲がって道なりに進むと食い違い門の後明治7年1月14日食い違いの変岩倉智美暗殺未遂事件の現場ですこちらも合わせて見学すると良いでしょう西郷隆盛率いる不平士族が 明治政府を相手に戦った西南戦争九州各地の士族を巻き込み戦いは7か月以上に及びました明治政府は最新の技術であった電信を活用迅速な情報の伝達は戦局を有利に導きました政府軍による総攻撃を受け西郷隆盛は自陣今は南州墓地で 2000人以上の仲間たちとにに静かに眠っています西郷隆盛の墓を訪れる人のため参拝所が設けられ後に南州神社となりました西郷隆盛の死からおよそ8ヶ月後大久保利通は清居坂の手前の清水谷で暗殺されます国葬級の葬儀が行われ 東京都港区の青山霊園に葬られました。大久保利道は公共事業に資材を投じていたため、多くの借金が残ったといいます。西郷隆盛と大久保利道が礎を築いた日本の行き末は、渋沢栄一たちが担っていくことになります。 国家予算の9割をつぎ込んだ西南戦争が終わりましたそして明治11年5月14日清居坂の辺大久保利通が暗殺されました享年49万47歳でした大久保利通の馬車がこの清居坂を通ることはありませんでした 四ツ谷から赤坂見附にかけて歩いていきますが当日の馬車の動きは逆コースですご注意ください明治11年5月14日午前6時大久保利通は福島県御霊山吉盛助の危険の挨拶を受けました話は2時間近くに及び山吉が自供しようとした際 大久保利道は30年計画について述べました。明治元年から30年までを10年ごとに3期に分け最初の10年を創業の時期として戊辰戦争や士族の反乱などの平時に費やした時期次の10年を内地整理・植産工業の時期最後の10年を後継者による主制の時期として 自らは第二期まで力を注ぎたいと抱負を述べました。詳しくは、日本史跡協会大久保利通文書第9、山吉森助大久保利通再生遺言をご覧ください。いやー、すごいですね。まず朝6時から面談を。 2時間していた大久保利通。うーん、凄まじいです。なお、山吉森助の肩書きですが、この時はまだ福島県厳霊のはずです。福島県県令となるのは、明治11年7月25日のことです。ご注意ください。こちらは東京都千代田区清井町2の 千代田区立清水谷公園です明治11年4月20日6人の資格島田一郎長貫秀杉本乙菊脇田光一杉村文一浅井久篤が初めて一堂に会しました明治11年5月7日と8日6人の資格と残酷状も揃い一堂は最後の会合を行いました 4と9の日は大久保利通が太政官に出資することを突き止め5月14日を決行日と決定しました襲撃場所は北白川宮義久親王邸と三分元尾佐邸に挟まれた人通りの少ない路上と決めました明治11年5月14日朝6人の資格は四谷尾張町林家に合流 朝7時半ごろ残館場を懐にして宿を出て結婚予定地に赴くやそれぞれの持ち場に参会し大久保利道の到着を待ちました以下5月15日東京日日新聞に報じられた事件の概要をお伝えいたします明治11年5月14日午前8時大久保は二棟建ての 馬車にて浦霞が関の大久保邸を出て清居町一番地に差し掛かりました進行方向右は北白川邸の裏で左は家族の身部邸でした両側とも小高い土手があり道との間には夏草が人の竹以上に一面に生い茂っていました今にも雨の降りそうな空模様道行く人もない路上に二人の若い男超貫秀と。 脇田光一が手に花束を持ち佇んでいました。先払いの馬邸吉松が二人の前を駆け抜け、遅れて馬車は赤坂御門を左に曲がり、三部邸に差し掛かった頃、清井坂事件が起こりました。今曲がってきた角にある川屋の影から、各々、表裏を傾き、両袖を腹のあたりに束ね、 白い筒袖の肌着のままで手に手に刀を抜き放った四人の男島田一郎杉村文一杉本音菊浅井久篤が現れ左右同時に馬の前足をなぎ倒しました馬はたまらず足を折り一声いなないて倒れ伏しました御社中村太郎は驚いて手綱を放し「狼藉者!」 と叫んだところを京都によって一刀の下に肩先から父の下まで切り下げられあえなく落命しました即死でした六人は馬車の上に駆け上がりました大久保利道三義県内務卿が馬車の左から地上に降りようとしたところを一人の京都が大久保の手を力いっぱい掴んで大久保の頭めがけて刀を振り下ろし 眉間より目の際までそぎ取りましたその後大久保を馬車より引き出し血だまりの中に倒れた大久保をめった斬りにしました最後は担当を抜き放った一人が首の横から唾元まで貫きとどめを刺しました去年49万47歳でした 午前8時30分頃のことでした。6人の資格は刀を近くの藪に捨てかねてからの打ち合わせ通り、自首するために赤坂仮御所に向かいました。これより先馬蹄義松は宮内省に駆け込みました。すでに山頂していた西郷隆盛の実弟陸軍中将西郷柔道は。 この辺を聞きつけ、馬車にて清井町に駆けつけましたが、すでに大久保はこと果てた跡であり、一見ばかり三箇所に血潮をおびただしく流れ、馬車の輪立ちにも数箇所の刃の跡あり、虚しく無黒のみ横たわっていました。西郷柔道は馬車を降り、警部に剣士の済んだことを確かめ、自ら指揮を取り、胃骸を毛布に包み、 馬車に乗せ、大久保詣内務協定に急ぎました。馬亭吉松の中心で各所の御門に近衛兵を配して固めていると麹町の方から6人の男が宮内省の正門に近づきうち2人が少しも臆する色もなく口をそろえて「拙者どもただいま清井町において大久保参議を待ち受け殺害に及んだ」。 よろしくこの旨を申し通じ相当の処分を施すようにと自首してきたとのことですなお大久保利通暗殺事件で使われた刀が見学できます警視庁本庁霞が関の警察参考室で見学できます要予約です名近江大将藤原重政 なお清居坂の辺で大久保利通が乗っていた馬車は岡山県倉敷市の御流尊龍院に現存しています事件以降高輪の大久保家別邸にあったお宮で保管されていました昭和16年岡山県倉敷市の御流尊龍院の御流会館に移され保管されています 隆尊院が皇室との関係も深い点そして大久保家に出入りのあるビクニが五竜村流院の弟子であった縁に大久保家より寄進され永代供養されましたそれでは島田一郎と長貫秀が持っていた残酷状これについて述べていきましょう5つの罪状が書いてありました 1, 1一般からの意見を聞かずに政治を行い民権を圧迫している2法令が漫然と交付されて国民は困っているのに役人は威張ってばかりいる3不及の土木工事ばかりして国費を無駄遣いしている4有国の志士を退けて内乱を引き起こしている5外交に失敗し国威を失墜している以上です なお、島田一郎に頼まれて残館状を書いた、久我急行。残館状を書いた場所は、武士の家計簿でおなじみ、友人の海軍省七島出身、十六位、井野山成幸の家の書斎でした。ちなみに、井野山成幸は、忠告者の大家さんでもあります。明治維新で、 海軍省勤務となり裕福となった井之山家資産を有効活用し金沢の不動産を落札していたのですそしてそれを貸したのが忠告者でした忠告者は井ノ山成幸の物件を集会所として利用していたのです 明治11年4月11日武士の家計簿でおなじみ井ノ山成幸の父井ノ山直之金沢で死去。そして明治11年4月下旬久我九皇が友人の井ノ山成幸方の書斎にこもり数日かけて書いたものが現在に伝わる残刊状です以前に島田一郎に与えたものをベースに 新しい時事問題を織り交ぜて修正したものですご注意くださいこちらは紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡です尾井町の木の部分ですなお近くに橋が架かかっています弁慶橋 清井坂の辺の当時はここにはかかっておりませんすなわち大久保利通の馬車は赤坂御門からやってきたのですご注意ください明治11年5月15日三義県内務卿小三味大久保利通に小二位右大臣が追蔵されました大久保利通及び 中村太郎の慰霊式。同じく朝屋新聞は大久保利通暗殺事件の報道で犯人側の残酷状をただ一紙掲載し日刊始発の5日間の発行停止処分を受けました明治11年5月17日大久保利通中村太郎の葬儀大久保邸に会する者1,200名近く 費用は4500円余りという近代日本史上初の国葬級葬儀でしたなお大久保都市道には借金が8000円ありました歳史料5000円が貸しされ家計が豊かでないことから3万円を着し大久保都市中に賜りました 明治十一年五月十八日、警視庁大警視川地俊夫は。大久保参議事変につき、身体伺いを出し、却下されました。政府は暗殺犯を、刑法上規定がない酷事犯として処理。大審院に、臨時裁判所を開設して、裁判を行いました。明治十一年五月五日、司法教に任命された、玉野代文判事らは。 判決案を作成し司法省にお伺いを立てました明治11年7月17日司法省は打上官に伺い書を提出明治11年7月25日打上官が決裁明治11年7月27日午前10時頃、ろ6人の資格と連累者22名の判決は臨時裁判所で玉野よふみ判事より下されました 6人の資格島田一郎31歳張貫秀23歳杉本音菊30歳脇田浩一29歳杉村文一18歳5名の旧加賀藩士そして旧鳥取藩士浅井久篤25歳は女族の上残在また連累者の22名のうち 残韓状を寄贈した久賀急行と長野新聞に残韓状を送りつけた松田克之が終身刑など17名が下獄5名が免罪および無罪となりました明治11年7月27日午前11時半市ヶ谷監獄で6名は残罪に処されました残首された6人の死角の遺体は 東京在住の旧加賀藩士、井の山成行、杉山小一と7名が連名で引き取り、夜7時ごろ、東京柳中天王寺の墓地に葬られました。国家の犯罪人のため、なかなか墓地が見つからなかったと伝えられています。井の山成行は、最近映画にもなった武士の家計簿の主人公 後の海軍主代言です。杉村小一は杉村文一の慈恵で当時司法省に出資し後に外交官に転じています明治11年9月26日清井坂事件に関わった戸がで旧加賀藩士など6名が有罪判決明治18年6月25日市ヶ谷監獄 終身刑の判決で服役中に脱獄した松田勝之が絞首刑を執行されました。去年、三十一。明治二十一年五月、事件から十年後。西村捨て蔵、金井幸保、奈良原茂らによって。蔵、右大臣、大久保公、哀悼碑が建てられました。 明治22年2月11日大日本帝国憲法発布により退社井の山成之のように自流に乗れなかった不平士族たちテロリストになるよりほかなかったのかもしれません今日はこの辺りで失礼いたします このチャンネルは一期一会チャンネルではございません。いいねボタンのクリックチャンネル登録お願いします。またいつかどこかでお会いしましょう。また会う日まで。さようなら。